今日は、山本さんがどんな風にして、まあ、この政治家になったのかとか、その原発問題どう考えたとか、ちょうどですね、あの文庫本が1週間前に出たばかりでして、ハードカバーに30ページ文庫本の、まあページが加わったものなの、これ読むとよく山本さんのことが分かると思うので、ぜひこの本を読んでいただけたらと思います。図書館にねリクエストすればタダで読めますからで自分だけじゃなくて周りの方にも読んでいただけるので、でごめんなさい、僕からですけど、この白魚って映画ね、監督されたんですよね。すごい硬派な映画ですよ。僕結構自分の役者の仕事以外で収入のそうやな3分の1ぐらいを支えてたのはナレーションの仕事なんですよね。大好きなんですよ。要は1年間ぐらいかけたりとか半年ぐらいかけて撮ってきた、最上すごくいいネタに対して自分の声を入れて仕事に参加できるっていう話なんですけど、これは僕のナレーションではないですけれども、でもこの作りはすごくドキュメンタリーの中でも後半の部類に入ると思います。ですごく驚くのが、ある村の漁師さんとかでもものすごく詳しいんですよね。この政府答弁なんすか、国会の質疑とかでも引っ張り出してきてでも耐えられるようなぐらい の, この放射線に対するなんすかね、細かな、なんすかね、知識っていうものをもう入っている方々っていうか、あすごいなって、これおそらく政府答弁で立っているような政治家たちじゃ言えないようなことをまでも漁師のおじさんが言って、もうどのなんかすごく気概のあるおじさん、おばさんたちがね、いろんな発言をされてるんで非常に面白いです。作品としてもぜひ皆さんにもご覧いただきたいなっていうのを僕から宣伝させていただきます。すいません、なんかありがとうございます。ではお時間となりましたので、これにて、終わりたいと思います。急な告知でしたけれども、多くの皆さん集まっていただきましてありがとうございました。改めて山本太郎さんに拍手をお送りしてお迎えしたいと思います。